レースの楽しみは走りだけじゃない。広大に広がる出展ブースをチェック。ここはトラック好きのための楽園、トラック天国。さまざまなメーカーのいろんなトラックがあっちゃこっちゃによりどりみどり、まさにトラック尽くしの空間だ。まずは国内シェア第2位の MAN のブースへ。ずらりと並ぶ展示車両の中からレースのベースマシンとなる1台に勝手に試乗。もうね、俺の頭の高さがステップぐらい勝手に乗っていいですかね。もう本当に2階建て、4段の階段を上って、ほらベッド、これはね、家族4人と容赦テリア5、6匹カエルですよ。あ、落ちないようにね、いろんなこと考えてあるんですね。仕掛けもふわふわですよ、この椅子で。これが多分オートマチックなんでしょうね。これギアですか。乗用車では見慣れないこのスイッチ類、何ですかこれ。いろんなものがついてるんですよね。カーナビっぽいやつもあるし、メーターもおしゃれですよこれ。こんなところにもうなんかいろんなものがついてるんですね。これはオーディオですかもしかして。いや、なんか偉くなった気分がするですよ。さあ、エンジンを発見したですよ。MAN オイルはね、多分我々が持ってる蛍光管よりでかいですよ。ディーゼル400馬力、6気筒ですよ。こんなエンジン積んどるんですね。 D1 車に積むと屋根まで、屋根こすですねこれはね。でかい。まあこれクラッチだと思われるところですが、でかいね。ずいぶんでかいですよ。さあ、これがヨーロッパでも高級車とされるトラック、スカーニア。あまり日本では見かけんですね、こんな顔しとるですよ。いつかは俺もスカーニア、誰もが運転手がそう思っとるとでしょうね。これは 16,000cc V8 ですよ。やはり高級トラックとしては V8 が乗っとるとですね、580馬力、これはでかい倍。さあ、やはりトラックレース会場ということで、タイヤもやっぱトラックのものが展示されとるですよ。これはでも結構でかい部類ですよ。おや、これはでかいよ。1m80cm、約6尺、こんぐらいはあるですね。ちょっとカメラさん、ここほら、これね、多分ね、一周くぐるといいことがあるとですよ。いやいや、願いが叶いますように。何をお願いしたかを教えんばい。日本に住んどるとこんなもんは見かけんですよね、洗車機。しかもこれトラック用ですよ。この大型のトレーラーが今右にあるんですけど、ちょうどいいサイズばい。これ屋根までピカピカになるとでしょうね。こんなもんも売っとるですよ。お、そしてこの巨大な三輪車にお姉さんが乗っとるですよ、ほら。ほうほう、こういうのも出展されとるんですね。お姉さんお尻に乗せ、子供がにんまり。10年早か。ほら、隣ではトラックが回っとるよこれ。人が乗っとるじゃないですか。何これ。あ、ぬいぐるみ散乱。これは楽しそうばい。なるほど、これはよく見ると横転とか暮らしのシミュレーションなんですね。カメラマンさん乗ってきますか。俺が撮っとくですよ。やっぱりね、次行きましょうか。さあ、このトラックの展示場っぽいところにやってきたんですけど、これなんか箱だったりとかダンプだったりとか、これ我々が日本でもよく見るぐらいの大きさですよ。これトレーラーですね。後ろには引っ張っとるやつとか。これはサッカーで優勝した時のパレード用に作られたトラック。上で選手が挨拶するとでしょうね。いや、いろんな種類があるとですね、トラックというよりも、ここはね、働く車いっぱいあるですよ。さあ、2階でくつろいでる人、そして1階がショップ、オープンカフェかと思いきや、実はトラック。プレハブ小屋ではありません。これ横と後ろと上に広がるやつですね。すごか。すごいことに気がついたですよ。
先ほどから見逃してたこんなようなお店があるですよね。これもね、実はトラック、もしかしてタイヤが見えとるね。ちらっとタイヤが出とるね。トレーラーヘッドで引っ張っとるんですよ。ほら、この売店よく見たらタイヤがついとるんですよ。これやっぱこういうのも引っ張ってトラックやね。やっぱりトラックの上にトラックが乗っかって後ろからいやらしか、初めて見たですよトラックの。あれ多分1年後には軽トラックかなんか生まれるとでしょうね。さあこれがメルセデス、ベンツですよベンツ。もう全部色はシルバーですね。なんかね、高級車っぽく見えるんですが、やっぱスカーニアの方が高級車、こんな感じするとですね、よく見るとこのメルセデスの後ろ側に山ができとるですよ。すごいですね、サーキットに働く車ということで工事現場を勝手に作っとるですよ。いくら現場作業の車だからってサーキットの中に土持っちゃうとは、さすがトラック販売では世界最大のダイムラーグループ、スケールがでかい。そしてレースの合間のコースを使って個性的なトラックたちのパレードラン、ヨーロッパ中のトラック野郎どもが自慢の愛車を持ち込み大集合。サーキットを埋め尽くすバラエティに富んだトラックの群れ、いやー壮観だ。そしていよいよイベントのフィナーレ、最終レースの時間。テンション上がりっぱなしのノムケンは再びコースサイドの迫力地帯に陣取る。ペースカーがピットロードに引っ込んでグリーンシグナルで今スタート。さあやってきたですよ。今日はお父さん、ね、いいインタビューに答えてくれました。さあこっからはもう3列4列、もうおかま掘っとるね。もうすでにゴツゴツ言うとるですよ。さあ後ろのスピー、またぐちゃぐちゃ。さあここで女子が絡まれたですよ。あ、これはグラベルにはまったのかな、もしかして。さあそしてここも、ああおかま掘りまくり、バンパー取れとるねこれね。いやまた掘ったまえ、ぐちゃぐちゃ。団子状態のオープニングラップ、巨体を右へ左へ揺すりながら攻めどころを探る姿はド迫力。先ほどインタビューした2人が先頭グループを引き連れ爆走。ご覧のようにコース上はゴミだらけ。さあマーシャルが今走ってゴミ取り行ったですよ。さあここは一周帰ってくる前に間に合うとでしょうが、蹴っとるね。さすがにこれは間に合わんばいと解体車やってきました。もうもはやスピードも出ておりません。アホが半分以上なくなっとるばい。残骸が真ん中にも落ちとるばい。さあ来たですよ、お父さんなんと2位。お、ちょっと離れ気味ですよ。さあお父ちゃんに刺されるんじゃないのかな、もしかして。あ、アウトから、あ、ドリフト中に失敗、残念。とっちゃん抜かれとるね。さあ3番手になってしまいました。これはねやっぱり抜き返さんとダメですよ。さあここまでは21番逃げ切っとるじゃないですか。さあ後ろの方もこれは団子状態、女子の車もボロボロですが頑張って走っとるですよ。トップを走るフランキーに10番キッスが迫る。6番おとっさんも3番手で食らいつく。さあ来たですか21番、あら10番が抜く。お、そういうとこあるかもしれない。これ間に合わず、おとっさんも狙っとるね後ろからね。10番、あ、インに入ったよ。キャー抜かれたばーい。いや抜き返したのかなこれ。これ当たっとるね。いやそこでお父さんすかさずアウトから、これは大興奮ばやい。さあそして女子もアウトから抜けにかかっとるですよ。さあインから、お、うまいこと抜いたのかな、うまい。あーでも刺される。いやー抜きつ抜かれつの大バトル。
ここまで3番手で粘ってきたおとっつぁんがじりじりとペースダウン。そこへ4番オーストリッチが肉薄。下りのコーナーでインを刺し3番手へ。さあだいぶ順位入れ替わっとるですよ、トップ集団。あら、とっつぁん抜かれとるじゃないですか。いつの間にかだいぶ後ろに後退したですよ。いやー、10番がまたインから来た場合、先ほどはここでクロスしたんですが、これは抜かれたね。お、隙をついて4番まで。キャー、危なかーい。一気に2台にやられ3位転落のフランキー。そこにチャンピオンハーンが迫る。下りでズバッとインを刺しオーバーテイク。フランキーはそのままじりじり後退。下位グループでも局地戦があっちこっちで勃発し、スピン、コースアウトの連続。そしてレースはいよいよ後半へ突入。さあ、そしてトップ集団こっちから帰ってきました。よく曲がっていくよねと感心します、このスピードで。トップが独走する一方、2位争いは熾烈。赤、青と白、緑、そろそろ突っ込んでくるじゃないですか、これ。ぴったり、まあ、押しとるね。押しとるですよ。テールトゥーノーズのビタビタ追走で、数周にわたって追いかけ回すチャンピオンハーン。しかし、2位オーストリッチが粘り強い走りで追撃をかわし、そのままチェッカー。優勝は危なげなく後半を走り切ったキッスとなった。最後はトラックのドリフトでファンへご挨拶。そしてレースカーはそのまま車検場へ向かうのだが、はい、ここは解体置き場、いわゆる墓場状態ですよ。もう全部ボロボロ。特にね、ゼッケン19番メルセデス、あれだけあの曲がるの、鉄バンパーが曲がっとるということは、えらいな衝撃ですよ。接触当たり前、無事なマシンはほとんどない見事な壊れっぷりが、このレースの激しさを物語る。こんなレースがまかり通るって、いやー、ヨーロッパは懐が深い。さあ、というわけで私、人生初体験、トレーラーヘッドレース、大興奮ばい。もうね、レース見てこんなに興奮したのも初めて。皆さんもね、ヨーロッパにお越しの際はぜひこのトレーラーヘッドレース見た方が良かったですよ。